Good morning, everybody. My name is Eckhard Hitze. I'm a colleague of Dr. Samir Zaki, and I have the privilege to introduce him for this last lecture. And I know him since I arrived. The first time I met him was at the new student retreat when I was a new faculty as well. And being we were from different disciplines, he immediately kind of became a friend with me, and we discovered a lot of common interests, especially in the field of environment and social responsibility. And I later learned that in this field of socially responsible corporate accounting, he's a worldwide specialist, and people all over the world, including, for example, from the ETH in Switzerland, they really appreciate his work and his publications. And he has also been on sabbaticals in Germany, in Cologne, and in Switzerland, in St. Gallen. So even if I now say all this in German, he would perfectly understand. And you know his wide fields of interest, not only in his special field of accounting, but also in arts, in philosophy, in literature, and not the least music, and he'll give us a taste of his interest in music as well today. So I don't want to waste more of your time, and let's welcome with a big applause Professor Miyazaki. この授業ですね、一応11時40分までって書いてあったんですけど、ちょっと伸びるかもしれないんで、次の時間ある学生の皆さんは遠慮なくそこのところから退出して結構ですので、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、珍しく緊張してるんですけど、初めにですね、ポスターまあこんなの作りまして、これで結構笑ってくれていたんで、良かったなと思って、特に海外で時差があって、前の中に私のこれ送ったメールが届いて、夜中に突然叫んで、なんか転がり笑って転がったっていう女の学生がいたんで、それが一番激しい反応だったんですけど、まあ、皆さんでもこれ何が書いてるかほとんどわけわかんないと思うんですが、一番上はですね、副島種臣っていう明治の、日本の外務大臣です。で、こういう書をですね、書きまして、これこっちから読むんですかね、右から左に行って、ペルシャ語とかヘブライ語とか日本語って右から左、本来は右から左に行くんですね。それで、野は演歌の色に富み、花は下流の春を欲しいままにすっていう、まあ、今の季節にちょうどそこの庭でですね、きれいに梅の花が咲いてますけど、香りがすごくいいですね。まあ、ちょっとそれを真似してみました。この実は私コミックをですね、 1年間に一番ひどい時って1000冊ぐらい買ったんですけど、このコミックに出てるネタでフェイクっていうコミック50冊ぐらいですね、あるんですよ。で、その中の最終巻に書道ですね、がありまして、まあ、そこで、出ていたものです。つけられる人が来てくれていいんですけど、はい、それでですね、まあ、右は私の大好きな紫雀さんで、まあ、関西の落語好きなんで、ちょっと普通授業もそのテンポでやっちゃうんですけど、で、真ん中のはね、クライネットの演奏をしてる頃で、もうあまりに下手だったんで、ね、もうクビにするって言われたんで、リコーダーに変えたんですよ。まあ、リコーダーのはね、小学校の時やってんで、簡単なんで、左上の真ん中のちんどん屋さんって、ね、今、ちんどん屋さんとか、ちゃぶ台とか、虎の巻とかって言っても、恐らく学生の皆さん、意味が分かんないと思うんですけど、昔、お店をオープンするときにね、こういうちんどん屋さんっていうのを頼みまして、
これはトーマス・カボチャ・ナムスっていう人が描いた絵です。まあ、朝日新聞で前に、ね、中原中也の詩の連載やった時にその絵で使われて、それで知ったんですけど、この方2冊本書いてるんですが、東京大学の工学部出た人で、自分で自分の絵だけ見せる美術館、今九州の長崎に作ってやっておられます。全部の絵がカボチャでできてるんで、すごく面白いです。なんていうことで、エルビスの、ね、絵なんか描いたんだけど、私英語を何で覚えたかというと、エルビスの歌、カラオケで一回歌って覚えたんで、ちょっと記念に書いてきました。で、まあ、私英語をほとんどまともに習ったことなくて、できなかったんですけど、60歳になってこのまま ICU で一番英語が下手な先生とかに言われて ICU を去るのも尺だなと思ってちょっとリーブっていうサーバティカンの期間になんか英語の学校とサーフィンの学校に入ってその2つをやってっていうそれでやってちょっと英語はねできるようになったんですけど、まあそんなことで、まあ、それでまた悪評を立ててしまったんですけど、今日はねさらに悪評を立てることになると思うんですけど、1ページめくったところに CSRK っていう、まあ、コーポレートソーシャルレスポンシビリティと、まあ、企業の社会責任というのがありまして、でこの本、これ1年生セミナーっていうのがありまして、今日も皆さんの中に1年生セミナーの方いらっしゃるんですけど、そこで使ってる、3冊目の教科書です。で右側は日本の中のユダヤ文化っていうポスターの左にはあったんですけど、非常に怪しげな話だと思われるかもしれませんけど、これ現役の久保有松さんという牧師さんがずっと YouTube に100本近く出してるんじゃないですかね。それで今日も一つだけ印刷したんですけど、こういう本も書いてらっしゃいまして、まあ、これ東北大学の学長された佐伯先生はじめ、この話はかなりルフしてるんですけど、この久保先生の話が一番分かりやすいと思います。のでその本も実は1年生セミナーの1冊目の本で使っててね、でこれやって3回やったんですよね。3回授業したら学生から質問で、こんなユダヤ文化とかってやってCSR にどうつながるんですかってね、ちょっと授業間違えたんじゃないかと思ってるんですけどって言われて、まあ、それは私の授業でよくあるんですけど、何の授業か分からなかったってけど、まあ、面白かったからよかったとかってそういう感想がほとんどなんですけど、まあ、これがどうつながるかは今日うまくいったらつながるという、うまくいく確率 30% ぐらいしかない気がするんですけど、つながらなかったらごめんなさいです。で、もう1ページめくりますと、ちょっと人の本 の, コピーばっかしで全く申し訳ないんですけど、最終講義ってしないつもりだったんですよ。で、やりませんってずっと言ってて、日比谷学長にもやりませんって言ってたんですけど、今日入試でいらっしゃらないんですけど、私のゼミの1期生に東健太郎さんという人がいまして、健太郎さんって有名な、ね、人で、はい、ICU でたびたび出没している人ですけど、まあ、健太郎さん立命館大学の教授にまでなりまして、それで多分ね、ICU 出身の会計の教授って3000人いる中で僕と東先生ぐらいだと思うんですよ。あと原先生っていらしてね、たまたま募集があったのが原先生の立命館大学だったんで、私も平身亭の帝都を頼み込みまして、それで、まあ、彼実力があったので、ね、うまくいったということですけど、まあ、そんなことで、今日はね、ちょっと用意がこういう人の本のコピーばっかして申し訳ないんですけど、まあ、ゼミで使ってるということもあるんで使わせていきます。で、ちょっとページ数がよく分かんないと思うんですけど、3枚目に4ページ5ページのところがありまして、ちょっと真ん中辺からね読んでみますと、収益の中から資本利益を支払うことにより所要資金調達の道を保持することは自己利益に基づくビジネス行為であると。でこれは同時に社会に幸せをもたらす行為であると。で、ビジネスが利己的に最終利益を追求することは他人のニーズに応えることにつながると、企業が持続可能な利益を最大化することは一面から見れば利己的セルフィッシュであるが、別の面から見ればそれはモラルであると、
道徳的であるっていうことを言ってます。これはですね、なんとか上でホテル三日月って書いてありますけど、要するに 社会のためのですね、になる行為っていうのは社会のために何かしようと思ってやることはまあもちろん あると思うんですけど、それよりもむしろ自分の利益のためにやったことが社会のあのために社会の福祉に役立つ、みんなのためになるとっていうあの論旨で、アダム・スミスが言ったのとほとんど同じ論旨です。アダム・スミスはあの広告論ですね、An Inquiry into the Wealth of Nations っていう本を書きましたけど、その前に道徳上層論の本を書いてまして、まあ、モラルの本とあのイコノミックスの、ね、本を書いたわけですね。でそれ両方合わせると、まあ、これ言ったようなことにあのなるわけです。で、まあ、このあの CSR じゃなくて、CSRK って書いてあるのの、書いた人はですね、コー円卓会議っていう、コーってあのスイスにあるあの激しい戦乱に見舞われてあの崩壊寸前になってしまったスイスの小さな村なんですけど、そこで、まあ、世界の平和を目指してあの政治と経済をですねどうやったらいいかということをあの構築するという試みが、今からもう30年以上前ですかね、行われまして、まあ、初代の会長はこれを書いたのヤングさんというあのハーバードの学長 の秘書とかあの法学部長とかした人なんですけど、その後にあのカライさんというあのキャノンの、ね、社長がこの委員長 あの公園委託会議の、ね、ラウンドテーブルの委員長にいたいんですよ。あの30年なんて1100年に比べると全然ね、もうあっという間ですから、あれはもう超速で作ってると言えますね。でそういうことなんでね、この萎縮の集団は国際的に情報をですね連発させたんですよ。でインターナショナルな集団でグローバルな視点を持ってるんですね。でこの人たちがあの有名なフリーメイソンっていうのを作ったんですよ。フリーメイソンっていうのはですね、あの聖堂騎士団、テンプル騎士団とかヨハネ騎士団とかありますよね。あのいろんなフランス革命とかロシア革命に関与している有名な集団で、あのルイ王朝との関係も深いですね。でそういう、まあ、ある一面では、まあ、スパイ組織でもあるわけで、まあ、そういうあの最も重要なあのプロフェッション職業であったから、ここで萎縮が出てきているんです。で、私は神の栄光を称える大聖堂を建てているんですっていうふうに答えたわけですね。まあ、この人は中世の寿命というと多分30年か40年でしょう。30年か40年の寿命だったら当然大聖堂ができるのは見れませんよね。で見えなくてもいいんですよ。それで参加しているというところにすごい意味があるわけですね。はい。まあ、経営学でもね、その人間がどれぐらい重要な仕事をしているかっていうを測る尺度をあの求めるあの有名なケンブリッジスタディっていうのがありますね。あれはあのこの上に、まあ、社長がいてね、 CEO がいて、なんか専務がいて、部長がいて、課長がいて、係長がいてって、あのサラリーマンの島耕作の漫画好きなんですけど、ずっとなんか上がっていって会長になって、経団連の会長になってやることないんです。もう一回あの早稲田の学生に戻りましたけどそういうこういうこういうピラミッドの図形があるんですけど、まああのちょっと待って、ピラミッドの話して、ピラミッドのこと考えたら話がどこか行きましたけど、なんでピラミッドを照らしたんですかね。ボケが進行しててね、すみませんね。草場君、今どこから来ましたかね。次の話か。ピラミッドのピーメスの方向行くのかなと思ってたんですけど。うん、ちょっと僕もね、違う方向考えてるからね、あの方向性を見失ってしまって、早くも瞑想状態になって、すみません。じゃあちょっとモデルをお願いして。ということでですね、ちょっともう時間もそんなないしね。まあ、3人の職工の話で、自分がやってることがただ石を切ってるっていう同じ仕事であってもやってる意義が全く違うということなんです。でそこが大事なことで、個人 その賃金を得るためにやってるっていう自己利益とが実は特につながってると、エスクスやモラルにつながってるっていうことですね。でそれがまあ、この萎縮の3番目の萎縮がね、考えられていたと、そのプロフィットとモラルがね重なってるっていうことを考えることができたんだ、そういうことを言ってるわけです。だから人間、まあ心の持ちようですよね。こういうふうに考えることがもしできると相当なんていうかな、危ない仕事を、際どい仕事を、辛い仕事を
こう喜んですることもできるかもしれないね。あの、まあ、ボランティア活動を積極的にやるっていうのは、私なんかあの社会に寄付もしないしボランティアもしてないんですけど、全然偉そうなこと言えないんだけど、あのそういうことをあのなんか辛い境遇でねやるっていうのは、なんかこういう考え方ないとあの無理じゃないかなっていうふうに思います。まあ、そこからね、私あの、東大の中田先生ですとかね、あの恥の文化と罪の文化ってね、恥、シェイムと罪ですね、あの sin ですね、あのこの恥と罪っていう、まあ、概念にたどり着いて、まあ、これってもう神様が見てるからとしか言いようがないところで、あの、ま、周りの人があの自分が怠けてるからと思われるのが恥ずかしいっていう観点と違いますよね。そういう恥の観点というよりも、まあ、罪と罰 の、 あのドストエフスキーに行った ああいう方に行っちゃうのかなって、まあ、その辺があの CSR やる時の結構ね分岐点なんですよ。あの社内告発ってありますよね。あの自分の仲間を裏切る行為でしょ。で、大体日本で社内告発なんてしたら大変な目にありますよね。大体あのなんか種ヶ島に転勤を命ずとかって呼ぶんですね。事例が来て、あ、種ヶ島かって、あの、ね、人住んでなくて住んでるかもしれないけど、あの、まあ、そういうところは離島生活が好きな人はいいけど、あのもうなんか人生終わったなって思って、あのその翌日には辞表を出してると思うんですけど、あの そういう、まあ、パターンになっちゃうということを想定して、あのどんなブラック企業でも、うん、あのやめられないでしょ。で、自殺した人が年間何百人もいるっていう状態になっちゃうわけですね。あの電通に勤めていた東京大学で出たあの若い女性がね、自殺したって、あれもどう考えても普通に考えるとナンセンスですよね。その東大で出た若い女性がもちろんその経済とかいろいろ勉強してて、あの企業でも有能なあのビジネス選手だったんだろうし、そうすると別に電通辞めだって博報堂に勤めればいいじゃないとかね、あの別に同業じゃなくてもね、あのだから待って国家公務員上級試験を受け直して公務員になればいいじゃないとかっていくらでも道はあると思うんだけど、あの人間追い込まれるとそういう選択肢って思い浮かばないんですね。でもあの生きるか死ぬかの世界にいきなりなっちゃうと。でそこまで追い込まれるのが、まあ、ブラック企業の現状じゃないかと思うんですね。でそういうところで内部告発して、例えば食品偽装ってありましたよね。日本ハムとかあの赤福の話とかいろいろ出てきましたけど、赤福江戸時代から食品偽装してるって言うんでね、なかなか立派なもんだなと思いましたけど三重県の人全員知ってたって言うんでね、そこまで入れたら立派で、さすが伊勢神宮はあったことだなってあの感心したんですけど、まあ結構こんな話とかしてもまずいんで、ちょっと次のページ見ますと、そうですね、あの10ページのちょっと、真ん中左ですけど、ある行為があの純粋な徳であるか、あるいは愚鈍な自己利益かのいずれからという言い方は知性が貧困だからそうなると。でこの2つの両極端なものを概念化し、全体に配慮した自己利益、という言葉で表現しうる徳と自己利益の重なりある領域を、無視してるのはダメだというふうに言ってるわけです。でその後ろにですね、あの長期的短期的って言葉があるんですけど、あの これがなんていうかな、あの非常に大事な点であるとともによく騙しに使われるんですよね。あの短期的にはダメだけど、まあ長期的にはいいんじゃないとかっていう言い方でごまかすですよね。まあ、この著者の言いたいことはね、長期的っていうのはアンズの方向ですよね。こちらが、まあ、長期で、ロングタームで、こちらがあのショートタームであるから、このロングタームにした方がいいと。で、あのつまり、アンドとオアの問題と非常に重なるんですよ。で、現在のね、一つの問題は、例えばですね、株式投資見ると、どんどん短期化してます。企業の財務報告っていうのは一番かつては2年に一遍で、ヨーロッパではあの1990年代ぐらいまで2年に一遍のレポートの会社って結構あったんですけど、それからアニュアルレポートで1年に一遍ですね。それがあの中間財務報告するようになって、あのハーフイヤーになって半年に一遍で、今クォータリーレポートで3ヶ月に一遍になって決算短信とかありますね。
で私もあの株式投資するとき決算短信が一番頼りなんですけど、まあ、経営者 の、ね、あ の、 その将来予測とか書いてあるん で、 でそういうふうにどんどん短くなると人々の視野もですねどん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 短期的になって ますますオアの世界にあの行っちゃってですねあの弱いものは切り捨てるっていう、まあ、そういう方向に行っちゃうっていうことがあの危惧されるわけです。ですから時代はどん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 短期的になっているんですね。あのモルガン・スタンレーとかゴールドマン・サックスがやってるあの投資ってあのハイパースピードトランザクションっていってあの株式をあの買って売るまでの期間が 0.01 秒とかですよね。でまあ、なんで 0.01 秒なのかっていうのは深いあの意味があって投資やってる人はよくわかると思いますけどトレンドが変わるあの瞬間がどの辺で来るかなんですよ。そんで、ここにあの株がこう上がってると私はですねどんどんこう上がってる株買うと私買った瞬間から神様見たように下がり始めるっていう現象が起きるんですよね。でここでまずいって売るとこの瞬間から上がるんですよ。トレンドがどんどんどん展開していってねあの誰が僕のパソコンの画面見てんだろうって思うぐらい不思議にそうなるんですよ。あの売れば上がるしね買えば下がるとかどうしようもないパターンでそれで1000万ぐらい損してましたけど。でじゃあこれごめんなさい、ここからここまでが3日間かかるからあのそういう現象が起こるんで3時間ならどうだろう。いや3時間より3分だったらトレンド変わらないだろうと。でそれ言って今 のハイパートランザクションって 0.001 秒とかの世界になってますよね。ここで買って売るとこれだとあの 99% 勝てるんですよ。でこれやるには東京証券取引所のあのフロアの中にあのマザーコンピューターを置かせてもらってこれが月々5000万円でしたっけ。オキシンがあの日本証券取引所って今言いますけどあそこ あのフロアにあの例えばゴールドマンサックス あのコンピューターを置かせてもらってそれで取引するんでそれが大体このぐらいのこれを1日に例えばあの30億回とかやるんですね。さすがにですねあの証券取引所壊れますよね。それやるとそれではあの法的に規制されるようになりつつあるんですけど、でもあの時代はですね、どんどんそういうコアの世界に、デジタルの世界に行っちゃってるということなんで、なかなかこの長期的な視野を持ちなさいなんて言ってもですね、あの難しいっていうことがあります。はい、それでその次の、いよいよですね、あのここであの聖書が出てきて どうなっちゃうんだろうってあの、この授業の前途にですね、不安を持つ方が多いと思うんですけど、そうですね。ちょっともう1ページ追加して、24ページ、5ページ、ここでちょっとアダムとイブの話とかあるんでこれ私の得意な話の一つなんで やりたいんですけどやってると全く時間なくなるんでちょっとあの完璧に無視しますけど、ここでですねなんかフィレンツェのサボナローラとかジュネーブのカルビンとかフランス革命のロベスピエールとかあのロシア革命のレーニンとかっていろいろこう出てきますね。それであの結果として何を言いたいかと言いますと、これはアニマルスピリット あのブルータルな重要的な、まあ、重要的なあの起こしてました。これは先ほど話してて、道義的、道徳的、でこれをですね、まあ、オアかアンドになるんですけど、この、まあ、アンドロンを選択するとで言うと、ここにあのモラル、エコノミー、マラル、エコノミー、まあ、道義的道義的な資本主義、まあ、こう道義的な会社経営と言ってもいいんですよね、それがまあ可能になるっていう、これをまああの第3の道と、まあ、このブルータルキャピタリズムが第1で、あのモラルキャピタリズムが第2の道だと、すると、これをまあ合わせたのが、まあ、道義的な資本主義ということです。でまあ、そ あの要するに利益追求と社会貢献というのを両立させると、でまた人間の中でね
人間の中で、お金ないともちろん給料で暮らしていないんですけど、すると人生の、ね、やりがいをミクロ的にこう追求する、そういうのがいろんな次元で、ね、両立的にっていうのを、まあ、目指すってことです。でこういうのをこの公演会議が書くときですね、キャノン社のキャノンっていうのは浅草の観音様のね前にあったんで、観音って言葉からできてる、もともと宗教的な会社なんですけど、ミテライ社長の反 ROEK とかね、その前のカライ社長のこの共生の理念とかっていうのが、そこからできた、まあ共生の稲森会長考えたって言われてますけど、いわゆるアメバ系とかね、アメバ系は私も茨城県の、水戸のちょっと下ですけど、見に行きましたけど、すごい経営方式だと思いました。ちょっとその話はここではできませんけど。ということで、それでね、25ページにグローバリゼーションとありまして、多くの物語がね、情欲や我欲を満たすって、これがまあブルータルのことですね。じゃあちょっとこう1ページめくってみて、ピラミッドが 2個で出るところがあります。で、ここからですね、議論が、その道義的資本主義、モラルエコノミーは、モラルキャピタリズムは可能であるかという話で、それじゃあ、さらに日本で可能なのかって話になっていくんですよ。で、じゃあ、日本的経営ってどういうふうにあるべきかと、その終身雇用とか年功序列っていうのは、もう皆さん聞き飽きたと思うんですけど、それ根本的に考えると、どうは日本的経営ってどういうのがいいんだっていうことです。で、この公円卓会議ではですね、このピラミッドでアウェアネスってありますけど、これはこう後ろからフィードバックしてきてアウェアネスなんですけど、ピラミッドのトップはビジョンって書いてありまして、レリジョン、宗教なんですね。宗教が来るんです。それでね、1年生セミナーやった時も、私が3回もしつこくキリスト教の話したんで、生徒がへきへきとしたんですけど、1回が3時間なんで、9時間もキリスト教の話したんですよ。ちょっと異常な長さで、それで、この授業何の授業だって、なんか宗教、キリスト教入門とか、そういうのですかって聞かれたんですけど、そうじゃなくてですね、これ下まで行くとね、最後ビジネスパフォーマンスですよね、アコンプリッシュ。だから要するに宗教的なビジョンが利益までつながっていくっていう、そういう図をこの日本の地勢とただヨーロッパの地勢、ただアジアの地勢が集まってみんなで、ね、作ったピラミッドなんですよ。でそこからいろんな特性が現れると、まあ、特性っていうのは誠実性とか慈愛とかね。で最終目的が、まあ、金銭、出世、家族、教育、正義、まあ、こういうっていう、まあ、こういうビジョンを考えると。でね、ところがこれ日本でこれやるとどうなるかってことなんですよ。で次のページ1ページめくりますと、第2章ってところで図の2の2ってありますね、まあ、こうなっちゃうんですね。でこれ見るとですね、なんとびっくり、ピラミッドの頂上に人情っていうのが来てます。でその下は義理と人情と恩ですね。でこのピラミッドを見ますとね、なんかこう呆然としてしまうんですけど、日本人の宗教って人情と義理と恩のことを言うのかと。じゃあこれアメリカ人にどう説明するんだということをすぐに ICU 見ると考えちゃうんですよ。でこれなかなか難しいですね。少なくとも日本人以外がこの会社に入るとするとダメですよね。その人がこう役職をこうキャリアアップしていくなんてのは考えられない、まして CEO になるなんてことは考えられない、そういうまあ極めて日本的なね、日本人にはよく分かるんですけど、私も義理と恩と人情って感情がどんなフィーリングであるかはよく分かるんですけど、おそらく日本人以外にはなかなか通用しない考え方じゃないかって思うんです。それでね、この公円卓会議ではこれもうちょっと1ページに送ると元の形に戻しちゃいます。まあ元の形っていうのは一番上がリリジョン宗教だったでしょ。でそれ
にあの日本を日本の経営を日本的経営をそのジャパニーズマネジメントシステムを当てはめるとこうなるよってんで、一番上にね、あの相互扶助強制ってあります。でこの強制っていうのは、まあ、図で言うとこれエコノミアンでエコロジーのこの領域を強制って言ってると思う。もうコンビビアって言っていますけど、キヤノンのビジネスモットーはあのリビングトゥギャザーですね。でまあちょっとキヤノンの金井社長があの会長、公園委託会議の会長だった時代もあって、その強制っていうのをここに置けたんじゃないかと思うん で実態はね、その下の神道と大乗仏教と儒教とキリスト教ですね。ここだと思うんですよ。で、まあ、赤ちゃん生まれるとあのなんか40日ぐらい出すと神社に連れて行きますよね。で、あの日本はね、あの子供生まれると自動的にその神社の神道になってるんですよ。もうすでに登録されちゃってるんです。これイスラエルと同じなんですよ。だからあの今年私の卒論をゼミで書いた女子学生2人、美子さんいまして、で2人ともあのその日本神道についてのあの論文書いてますね。私アカウントですけどDNA の現状とかってね、基礎平気で来るんですよね。とかあのバイアグラの現状とかね、あのバイアグラの研究した女子学生東大に入っちゃうんですね。その後ね、なんかあの東大のロースクール入っててね、あのびっくりしましたけどね、薬害エイズのなんかその関係のことやりたいとかって言って、でもずっとバイアグラのことを書くと毒々しい文が並びますよね。でなんかあまりにハレンチなこといっぱい書いてるんで恥ずかしくなったから、私あのやっぱりやめて普通の研究しますとかって言ったんで、バカモンって言ってね、そんな学問に恥ずかしいも恥ずかしくないもあるかって言って、まあ、私自分の個人的な興味でそう言っただけなんですけどそしたらあのまず早稲田のロースクール受けに行ったら、あのなんか試験官が10人ぐらいいて、なんかこう喋ってるとみんな寝てるって言うんですよ。こんなのってね、あの3時間もね、あの君 の卒論はとかって言って、バイアグラの研究ですって言ったら、なんかみんなバッと目を覚まして質問攻めになって、あのたちまち合格だったそうですよで東大も全く同じパターンですよ。なんか試験官の面接官はなんかみんなこんなのって寝てて、バイアグラって突然全員起きて、あの質問攻めであの一番で合格しちゃったって申し訳ない、そう、まあ、日本社会でそういうもんだなってちょっと思いましたけど、まあ、そういうことでですね、ちょっとあのこの、説明に戻りますが、まあ、神道ね、それと大乗仏教、あの大乗仏教っていうのは皆さんご存知ですか。大乗仏教についてなんかこういう仏教ですって言える人いる。正乗仏教と違うんだよ。正乗仏教ってあのほんのちょっぴりのものすごい修行した人があのその仏の悟りを得るって。大乗仏教はね、そうじゃなくて、あの浄土宗とかあの浄土真宗に行くと、もう生阿弥陀仏と言葉を唱えるだけであなたはあの悟りを得てね、あの仏の世界に入れるっていう、あのそういうあの信仰ですね。だからあのマジョリティとあのマイノリティなんですよ。あの奈良時代ぐらいまでの正乗仏教だとほとんどの人は救われないんですよ。でこれどうしてこうなったかというと、あのインドにですね、釈迦入滅から600年ぐらいして、あの聖トーマスが布教に行ったんですよ、キリスト教の。そしたらほとんどのインド人がキリスト教に実はなっちゃったんですよ。それであの仏教界が非常に危機感を覚えて、あのキリスト教の教義をあのメシアの救世主の教義をあの大幅に入れて大乗仏教にしちゃったんですよ。それでみんながあのもう救われると、もう在家であってもあの救われるっていう、あのそういうあの宗教にしちゃったわけですので、あの大乗仏教っていうのは要するにあのインドで土着化したキリスト教なんですよ。ですからほとんどキリスト教の教義と同じになってます。もともと仏教っていうのは神様いないですよね、あの無神論でしょ。なんですけど、もう大乗仏教になるとあの立派にね、あの観音様とかなんかあの皆さんもあの仏像たくさんご存知だと、京都にいろんな仏像ありますよね。ああいう神様だらけになっちゃったわけです。ということで、あの、まあ、仏教っていうのは大乗仏教に関して言いますとね、まあ、これまさにあの土着化したキリスト教、インドに土着化したキリスト教、神道は日本に土着化したキリスト教、2000年前ですからね、2000年前ですから、あの相当もちろん今までに変わってるんですけど、まあ、日本に土着化したキリスト教が神道で、
インドに土着化した仏教が大乗仏教、あの小乗仏教は違うんですけど、あのほとんどは今大乗仏教ですね。だから儒教は儒律の教えなんですよ。これもやっぱりあの孔子って人を調べてみると分かりますけど、それから、キリスト教っていうのがありますね。あのキリスト教、ザビエルが日本に来て布教したと思っている人もいますけど、あのそれよりも1000年前にもうあの布教はほとんど終わってましたから、まあ、ザビエルは2回目の布教なんですね。あのザビエルがね、裏日本に行って、あの石川県とかね、あの辺に行った時に、あ、この地域は布教は不可能ですってローマ法王に伝えたんですよ。でなぜかというと、ここはもうプロテスタントが全部あの閉めちゃってるんで、オキパイしちゃってるんで、だからあのカトリックの布教は無理ですって言ったんですね。でそれはどうしてかというと、あの裏日本って一向一揆 の一番激しかった地域ですよね。ですから浄土真宗と浄土宗でしょ、法然とか親鸞とかね。だからあの要するに仏教界のプロテスタントですね。でそれがもう布教しちゃったんで、あのローマカトリックの布教はもはや無理ですって言ったのはもう何よりの証拠なんですよ。あのキリスト教の教義がもうそこでは行き渡ってしまったんで無理だと言ったわけです。ということでローマカトリックはね、裏日本に行かなかったんですよ。ということで、あの実は一番初めの布教っていうのは、ですね、西暦で言いますと4世紀から7世紀ぐらいが一番あの激しく日本で行われて、まあ、その一人にあの弘法大師空海がいますよね。空海にしても聖徳太子にしても仏教は厚く信奉していたっていうあの嘘話になってますけど、あれはですね、あの高野山金剛峯寺の真ん中にキリスト教の碑文がドンと立ってるっていうことだけ見ても、あの空海がどういう考え方を持ってるか分かると思います。最近のね、あの歴史研究によると、空海を住んでた下宿のちょっと3分ぐらい歩いたところに修道院が当時あったんですよ。唐の都の西安ですけどね。でそこに空海行ってあのキリスト教の勉強をしてたんだろうっていう、あのいわゆる記事が出てましたけど、まあ、そうだと思います。で、まあちょっとその次でですね、まあ、42ページのところにそのまとめがありまして、はい、まあ、あの大乗仏教と神道と、まあ、キリスト教ってね、この3つのところ、まあ、あのキリスト教による救済とか慈悲とかそういうあの観念がこうギュッと凝縮された。それでですね、ただちょっとあの1ページ戻りますとね、あの今のピラミッドのこの神道大乗仏教儒教キリスト教って見ますと、これ相互にどういう関係なのっていうことを思いませんか。あの生まれてちょっとするとあの神社に連れて行ってあの祝詞をあげてもらいますね。から七五三ってあるでしょ。七五三で明治神宮とか行きますよね。それで結婚式、結構、何式ですかね。青木くんは何式で結婚しましたか。何式で。あ、人生ってか、あ、新都市、うん、君はどうですか。私も挙式してない。あ、挙式しなかったの、はい、あ、変わってますね。いや、なんか家出とかしたんですか、家庭主とか。あの、なんか統計によるとあの、キリスト教式多いですよね。あのホテルでキリスト教式でやったとかね。で、まあ、結婚式キリスト教でやって、クリスマスのなんかケーキ買ってお祝いしたりすると。それで死んじゃうとあの仏教であのお坊さんに来てもらって、なんか別に檀家でもないけど、あのそれで念仏あげてもらって、それが普通でしょ。でそのままね、外国人になんか言うとね、あの精神分裂症の人かなんかって思われるんですね。それであのイスラム原理派の人と話ができるのかってね。それであのキリスト教原理主義のアメリカ人とあの話できるのかって、できないですよね。あの無神論っていうよりももっと複雑なあのハテナになっちゃって、あのそのアメリカ人の頭の中クエスチョンマークでね、あの爆発しそうになるんですよ。どうしてそんなことが可能なのかと。でだからこういうふうに書いてあって、四角がやたらに大きいですね。このピラミッドの上がもうピラミッドが倒れそうに大きいんですけど、ここをどうロジック作ったらいいのかとね、いうのが私の、まあ、悩みであるんですよ。で実はね、この公園委託会議のこの本を読んでも書いてないんですよ、あんまり。このとこあの書いちゃいけないところでね、あの書いちゃいけないところなんで、まあ、今日は皆さんにお話しするということになりました。で
まあ、どうせ ICU 辞めるんで、こういう危ないことを言ったって、いくら避難されても平気なんで、それでまあ、言うんですけど、イザヤ書ってのがありまして、ちょっとこの日本とユダヤのハーモニーっていうところがありまして、で私、聖書をそんなにちゃんと読んでるとは言えないんだけど、イザヤ書っていうのは、もう旧約聖書の中の中心部分ですね、コアな部分です。で、そのイザヤ書を読むと、有名な「見よ、乙女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名前をインマヌエルと名付ける」っていうところからずっと言って、いきなり最後にいきますけど、第24章の15節に、それゆえ、東の国々で主をあがめ、海の島々でイスラエルの神、主の皆をあがめようって、こうなっちゃうんですよ。つまり、イスラエルの民族っていうのはですね、イスラエルが国家崩壊を起こしたんですよ。で、11部族っていうのは、地域になって、二度とイスラエルの地に戻んなかったんですよ。まあ、戻ったのは、だから第二次世界大戦が終わって、あそこにイスラエルが建国されてやっとそうだから、あれは2000年ぶりなんですよ。で、それどうしてかと言いますと、アッシリア帝国に破壊されて、ほぼ全員奴隷になったんですよ。奴隷として捨てられてたんですよ。それでエルサレム教団というのが崩壊しまして、それでその後、アケメネス朝ペルシャのクセルクセス3世が、救ったんですよね。で、アッシリアを滅ぼしたんで、そのユダヤ人たちを解放したんですよ。ただそのエルサレム教団の人たちはね、アッシリアに襲われる前に逃げ出したってこともあって、そのエルサレムに二度と帰れなくて、それで東の方に逃亡したんですよ。これはローマの、歴史家も東の方に散っていって二度と戻ってこなかったって言うんですけど、で東の方にどんどん行ったってことだけは確かなんですけど、中国とかインドとかあの辺までフォローできてるんですよ。だからモンゴルの方に逃げた人たちもいるんですよ。で、このイザヤの予言見るとね、東の国々で海の島々でって書いてますね。これユーラシア大陸をずっとモンゴル平原のあたりを越えていったとしてもですね、海なんかないですよね。島もないでしょ。結局島っていうとね、日本まで来るしかないんですよ。で、まあ、当時の天皇がこの人たちを受け入れると、でそれどういう意味かと言いますとね、当時の天皇っていうのはこれ、そうですね、まあ、1000年ぐらいの幅があるんだけど、天皇家自体もこの亡命したユダヤ人が建てた王朝であるっていう、そういうことです。でその王朝が同胞のユダヤ人をどんどん吸収していく。でハタシっていう有名な氏族がいますね。これハタって言いますけど、シンですよね。でシンの始皇帝って今私も熱狂的に好きな漫画のキングダムっていうのがありまして、全部買いましたけど、高いですね、結構。で、子供と一緒に読んでるんですけど、最近財政急行でなかなか直近の3冊が書いてないんですけど、これってですね、当時の新帝国の中において、ローマを表したんですよ。これはローマって意味なんです。で、秦の始皇帝はローマ人だったって言われてます。安禄山の乱の安禄山は、ペルシャ人だったっていうのは、これも定説中の定説です。で、秦の始皇帝って身長が2メーター近いですね。で、胸板が異常に厚くて30センチぐらいあったとかって言いますね。で、いつもこう四角のものにこうミスを垂らしてて、顔を見た人は数人しかいないって言われてるんですけど、髪の毛が真っ赤で目が青くて、声がテノールで異常に高い声、大きい声だったって言われてるんで、まあ、明らかにそれ全て中国人の特徴と違うんで、ローマ人の皇帝 でローマ の特色を一つ挙げると、まあ、ギリシャに比べて優れてるところはあんまりないって言われるんですけど、一つ土木産業だけは大得意ですよね。私はケルンに住んでましたけど、アルプスからケルンまで水道を通してね、そこにお風呂を作ったなんて言われてます。で、その秦の始皇帝は従ってですね、秦ってローマって意味ですから、ローマの The First Emperor of Rome って意味ですね。ローマの初代皇帝って自分で名乗ったんですよ。まあ、中国にローマを作ったってことです。
それで土木工事始めたのがあのバニーの頂上なんですよ。それでちょうどそこにね流れてきたあのユダヤ人が数十万人いたんですけど、捕まって秦の始皇帝に奴隷働きされて、あのバニーの頂上を作ってたんですよ。なんだけど秦帝国って簡単に崩壊しますよね。確か2、30年でもう一大歓喜でしょ。で、あの逃げ出したんですよ。もっと東に行けば楽園が、この世の楽園のジパングがあるっていうんで、それであの日本に次々と来て、このイザヤの、あの予言通りになったんですよ。東の国々で海の島々でイスラエルの神主の皆を崇めようっていうふうになったんです。でこれ数々の証拠があって、あの今あのこの授業で皆さんにそれをその 1% も言うことはできないんだけど、あのよかったらこの久保先生 の読んでみてください。はい、それでね、次にあのこの久保先生のね、こう YouTube がありまして、これあの読む時間は到底ないんですけど、稲荷神社の話が出てます。で、これ稲荷神社ってこうなんですけど、あのユダヤ語でうんっていう表現がないから、あの何したっていうふうにあの書いてあるんですね。まあ、久保先生はですね、クリスチャンからついにあのユダヤ教徒になっちゃった人なんです。割礼を受けてユダヤ教徒になっちゃった人なんですけど、あの筋金入りのユダヤ教徒ですね。で、この稲荷神社って私もよく知ってまして、私が家庭教師行ったうち、まあ、今年 ICU クビになったら家庭教師のまたやろうかなと思って、あのちょっと始めたんですよ。でそしたらなんかあの拝島のところでね、なんとか一番地って書いてあるんですよ、地名が。で一番地ってなんだろうと思って、あの1の35の1って私の住所ですけど、1で終わってんで、そしたらその1丁目全部そのうち あの占めてる土地で、なんかあの 500m×300m みたいな土地なんですよ。その中で、ま、迷っちゃったんですけど、あの、まあ、そういうあの国宝じゃないけど、あの重要文化財にはなってるね。なんか不思議なところで、あの ビール今ビールとかお酒とか作ってるあの第18代タロエムナだかな、なんとかって人がね、あの酒作ってる、まあ、醸造家なんですけど、稲荷神社があの中と外に一つずつあるんですね。でこの陰にっていうのに、まあ、こだわるってのはちょっと悪い意味ですけど、あのこの章が書かれてます。まあ、これユダヤの王ナザレのイエスっていうんですよね、意味はね。で十字架の上にあのユダヤの王ナザレのイエスって書かれたんですね、在所版っていうんですね。それ でこれを、まあ、あのイエスキリスト神社っていうんですよ。ちょっと不思議な意味ですけど、あの神社ってありますよね、神社って。で神社で会うから社会っていう言葉ができてるんですよ。この会から会計って言葉ができてます。あの全ての元は神社なんですよ。神社からあのできた言葉なんですよ、社会とか、まあ、ドイツ語ではこういうおごりではなくて、英語のアソシエーションもそうですけど、ドイツ人が言うところでドイツ語の講義するのは恥ずかしいんですけど、あのゲゼルシャフトはですね、あのマックス・ウェーバーがよく使った概念で、あの社会学っていうのをね、あの初めてドイツであの作ったのは マックス・ウェーバーなんですけど、マックス・ウェーバーとね、もう一人の人がドイツ社会学協会を作って、それアメリカに行って、あのパーソンズっていう人が、タルコット・パーソンズっていう人があのアメリカの社会学を作ったんですよ。で、こういう言葉は全部英語にしたんですよ。例えばあのレジティミテート、あのドイツ語のね、あのヘルシャフって言葉があるんですけど、これはあのヘルって男って意味ですね。まあ支配するって意味ですけど、これを英語でオーソリティ、権威って訳したんですね。なかなか うまい訳だなってあの思いましたけどね。でこのゲゼルシャフトはね、副大役者かなんか大学役者は知らないけど、これもうまい役だなと思いましたけど、会社って役と社会って役に2つに分けたんですよ、まあ、平和と和平みたいな、ね、
でこれをもしね、その福沢諭吉だか何だかの人が、一つの言葉で訳してるとどういうことになるかと言いますと、日本社会っていうところをね、日本会社って言ってるんですよ。つまりドイツ語ではゲゼルシャフト、会社でまた社会という意味でも両方で使うんで、ミクロもマクロも同じ言葉なんだ。それが二つになってるんで、ですけど、まあでもちょっとこれ戻りますけど、このようにですね、ここになってて、日本の会社っていうのはですね、会社ですね、これ二つ合わせると会社になるんですよ。神の社で会うっていう意味なんですよ。つまり神社で会うっていう意味なんです、会社っていうのは。で慶応大学の、ね、人の昔講演聞いたんですけど、慶応大学の教員、職員、学生、OB は全部自分たちを社中って言うっていう。だからこれ神社の中って意味なんですよ。社中って言うんですよ、自分たちのことね。で、そういうことからですね、ちょっとこのイエスケ神社が飛んじゃいましたけど、この、 神社の社っていう言葉は、もう会計学も社会学も日本の会社も社会も含んだ非常に大きな概念で、もともとは神社の鎮守の森から来ている、そういう概念です。で、あともう一つ、八幡神社ってのありますね。八幡様って言いますけど、でこの八幡様は八幡神社なんですよ。これはユダヤの神社っていう意味 でこの2つ合わせるとなんと日本にある神社の 80% になるんですよ。つまり稲荷神社だけでね、日本の神社の半分ぐらいなんですよ、もう。でよく日本の神社っていうのは多神教でアニミズムで自然発生的にね、その土地土地の神様をお祭りするためにできたなんて嘘っぱち言ってますけど、そうだとしたら 80% がこの稲荷神社と八幡様になってるのは どうしてなんだと。建物の配置がですね、その拝殿があって、それから正殿があって、それから四聖殿があるっていう、この構造ってどうしてかと。全てどうして狛犬がいるの。狛犬ってライオンですよね。それから鳥がありますよね。あれはまあコンドルみたいな鳥を一つイメージしてるんですけど、そういう中東から来てるものがしっかりありますよね。狛犬見ると誰も犬だと思わないでしょ。たてがみがありますからね。ということで、まあ、ちょっとここはね、もうちょっとまともにずっと書いてあったんですけど、大事なのはこの神社の神社と言われる出雲大社、伊勢神宮、それから諏訪の大社ね、これだけを見るとよくわかりますけど、全てが三位一体の神を祀ってるんですよ。日本神話 の特徴も三位一体なんですよ。雨の水上主の神というのを中心にして三位一体の構造になっています。なのでそこから全てが導き出されているということが言えるわけで、これはその次見ると分かりますけど、3枚ぐらいめくったところでね、この十字架が出てきますね。インディっていうのはね、これね、解釈がね、稲荷神社ってなんか稲に関するものとかね、そういうのがあるんならいいですけど、他にないんですよ。八幡さんもそうです。で、その後にちょっとこれ、あと京都ね、京都の話がここで来てるんですけど、京都は在場版があって院理があってイエスキリストの体があるっていう素晴らしいですけど、京都の京都が移ってできたのは東京ですよね。で中国もそういう構造になってますけど、まあ、東京で言いますと今の京都、京都はもともと平安京ですね。これはエルサレムと同じ意味だと。エルサレムはもともとはエルサロム、まあ、平安の都って意味ですね。平安の都って意味で、そのユダヤ人がですね、これ700年より西暦700年よりちょっと 前なんですけど、大化の改新のちょいだったかな、20万人ぐらいユダヤ人が来たんですよ。で当時ですね、大和朝廷は平城京を作って、藤原京を作って、それからもう一つ作って、3つの都を作ったんですよ。30年ぐらいでもうセットしちゃってるんです。でどうしてかというと怨霊が怖かったから。怨霊が怖かったんで次々に天皇は逃げ出してセットしてるんですよ。でもう大和朝廷の、ね、財政はね空っぽだったんですよ。何にも借りない。
でそこに巨大な都を今の京都に作ると。でそれをお金出したのはあの 100% ユダヤ資本なんですよ。その20万人来た果たしてのこの集団ですね、この集団が全部出しましょうって言って、それであの作ったのが京都で、ではあのエルサレムと同じ名前つけていいですねって言って、あの平安京都という名前に、まあ、したわけです。という、ことで、それがあのこのなんかこう四角の絵があるところです。はい、それでね、ちょっとそのお話はやめまして、ちょっとまた文章を戻る132ページっていうところですね。あの3件あの違う字がある人はどうぞあのお出になってくださいね。遠慮なくお出ください。実はね、あのこれからがこれから20分ぐらいは非常に面白いんですけど、あの、まあ、私の妻はそこに座ってますけど、あの非常に牛肉が好きなんですよ。なんか病気になるとね、ステーキ熱いの食べたりするんでね、信じがたい行動を取るんですよ。でそういう人ってあの私の妻だけかと思ったら、私の親父も実はそうなんですよ。それでなんでこんな牛肉好きなんだろうってね思って、まあ、あの牛肉好きなのはこのヘブライ人のイスラエルの人の特徴なんですけど、で今年ね、伊勢神宮の前に行ったんですよ、まあ、妻がどうしても行くって言うんで、あのそれで行ったらなんか伊勢神宮の下宮の隣にね、料理屋さんがありまして、でその名前があのちょっと字が難しいからね、捨て豚って言うんですよ。捨て豚ってね、つまり豚を捨てるって書くんですよ。それぐらいあの伊勢神宮の隣にある料理屋さんは圧倒的に牛肉なんですね。でこの牛肉食の文化ってどっから来たんだと考えると、まああのそれはヘブライ以外考えようがないっていうあのことなんですけど、まあ、そんなあの食べ物の思考よりもね、もっとすごいのはこの諏訪神社の話なんですよ。で諏訪神社、実は私ね諏訪湖は何十回見ましたけど行ったことないんですけど、ここっていうのはあの大国主の御事って知ってますか？大国主の御事っていうのはあの日本の歴史の中で非常に大きな働きして、要するに今の大和朝廷の元井を作ったのが大国主の御事って言っていいんですよ。まあ、神武天皇を擁立したってね。でこの大国主の御事が、その子供ね、で子供と争って、で子供が負けて逃げて、どん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 逃げていって作ったのがこの諏訪神社なんですよ。諏訪に立てこもって最後戦って交戦したんですよね。この大国主の御事ってあの海からですね、たらいみたいに乗っかってプカプカして漂着したっていう、そういう話になってます。つまりあの渡来人ネイティブジャパニーズじゃないんですよ。まあ、考えてみればネイティブジャパニーズって人類学的には一人もいないって言いますけど、あのつまり日本列島で人は発生してないそうなんで、あの、まあ、我々全員ですね、あの難民なんですよ。そういう意味では 100% 難民なんですよ。あのユーラシア大陸で人類は発生してますけど、日本列島から発生してませんから、そういう意味ではあのメイディーなんとか 100% 我々は難民だと。でこのオープンエースの言い方も難民だったんですよ。で、まあ、あの日本の出雲にね漂着したんです。そんで、その子供が作ったのがこの諏訪大社ということなんですね。でこの諏訪大社なんですけど、あの132ページで書いてあるか分かりますか？あのイサクの祭りっていうのをね諏訪大社でやってるんですよ。で諏訪あの日本三大祭りのあの一つにもなってて、驚くべき模様だって書いてますね。で、3行から4行目ね見ますと、諏訪大社のその前宮は拝殿はあるが本殿がないと。本殿は森屋山という山である。なんと山が神体なんですね。でイスラエルにはこういうあの山の信仰ってあるんですけど、あのイスラエルはあのお正月にお餅食べるんですよ。イスラエルの人はね、水越しの祭りって31日あのみんなで祝って初日の出見て、
お餅食べて七草がゆも食べるんですよ。でこういう習慣がまあ日本に来てるんですけど、でこのモリアって名前は、モリアって名前はこのエルサレムの前の名前ですね。なんでエルサレムって意味なんですよ。それで ICU にもモリア先生という非常に面白い先生がいますけど、教会行くとね、不思議なんですけど、なぜか聖書に由来がすごく深い関係がある名前の人多くて、マサダさんとかね、マサダって有名ですね。尾崎っていうのがおそらくイサクが変音したんだと思うんですけど、で、その2行目ね、最後の2行目、聖書にはかつてアブラハムは息子イサクをモリアの地で捧げようとしたと書いてあると書いてありまして、ページめくりますと、この、少し写真がありまして、この御頭祭っていうのね、でちょっともう1ページめくりますと、137ページっていうふうに書いてありまして、レブラントみたいな絵が。この圧倒的にですね、劇的な絵があります。で、これってイサクがね、この息子を殺そうとしてるからね、でちょっとクリスチャンの方にこんな話をしてもですね、もう聞き飽きた話だと思われるんで恐縮なんですけど、神様に自分の息子を殺せって言われて、それで散々悩んだ末、神様はそう言うんだから、もう その命に従うと、それはなんか善なる意志が、グッドウィルが働いてるんじゃないかと。ということで、ナイフでですね、息子を殺そうとしている瞬間の、画像です。それで、138ページですね、138ページの、7行目ぐらいに、つまり、たとえイサクが死ぬことになっても、神はイサクを蘇らせることもできると考えたというふうに書いてあります。で、次のページ、139ページ、第2位とね。で、イサクを捧げようとした地モリアは後のエルサレムであり、イエスが十字架の死を遂げた場所と同じと。から、飛んでですね、第3にこの出来事は私たちが自分にとっても最も大切なものを神に捧げるとき、神はそれを清めて返してくださる。つまりイサクを殺すことになっても、それに対して何らか の清められたリターンがあるというふうに考えたわけです。で、老人だったアブラハムにとって最大の執着はもはや財産でも家でもなかったと。で、愛する息子だったと。でしかし執着心があるところに神の技は進まないと。で、私たちは神に仕えるためには執着心を断たなければならないと。で、その次にですね、内村勘三の言葉がありますけど、あなたの要するに財産を、これはイサクのこと息子ですね、神に捧げれば、それはその財産は聖化されて清められてまたあなたに返ってくるよと、いうことが書かれています。財産を神様に捧げればそれが清められて帰ってくると。で、私寄付の研究したことあるんですけど、アメリカ人の、年間寄付の平均の金額っていうのは、学生にちょっと面白いんですけど、ちょっと時間ないんでやめますが、平均30万円ぐらいなんですよ。つまりアメリカ人全員ね、赤ちゃんからそのもう貧相な人まで合わせて30万円。日本人はね、5000ぐらいって言われてますね。年間5000ぐらい。で、この30万対5000って数字は一体何って、なんで50倍以上違うのというのを見ると、それからですね、例えばビル・ゲイツがなんかマイクロソフト社 の財産 の半分を寄付したとかですね、だから、例えば銀行家が死ぬときにね、全財産の 80% をなんとか図書館に寄付したとかね。 ICU のオスマー図書館ってありますよね。あれ突然あるアメリカ人がオスマーさんが30億円寄付したんですよ、 ICU に。亡くなったんでね。で、遺言がそうなんですよ。 ICU に30億円寄付したんで、それできた図書館なんですよ。
で そういうことをする日本人ってほとんど聞いたことないし、またそういう特別なすごい大富豪じゃなくてもね、全部平均して30万円っていう数字はちょっと考えられないような数字だと思うんですね。でそれはね、ここに書いてあるように財産を神に捧げれば、それが再び自分に成果されて、まあ、財産として戻ってくるかは知りませんけど、戻ってくるっていう、こういう考え方があるっていうのがアングロアメリカのビジネスの一つの重要なところだと思うんですよ。ということはね、お金が汚れてるってことなんですよ。汚れたお金をマネーロンダリングできるっていう意味なんですよ。いや、少なくともそう考えてるから。でそうするとちょっとこれ悪く言うとね、どんな悪どい商売してもたくさん儲けた方が勝ちだよと。例えばジム・ロジャースとか、いろんな投資家いますけど、ちょっとジョージ・ソロスって、よくジョージ・ソロスって岩井先生が大好きな投資家ですけど、ジョージ・ソロスって売りだけやるんですよね。でイングランド銀行を相手に売りやって、イギリスのポンドを大暴落させて、たった一人でイングランド銀行を破産させる寸前までやりましたよね、っていうようなことをするんだけど、彼は熱心な民主党支持者で、社会主義者なんですね。ほとんど社会主義者で、今なんとかちょっと名前忘れたけど出てますね、社会主義者の人、あの人の後援者ですね。でそういう行為が説明つくんですよ。つまりそういう株取引で買いにかければその会社のね成長を見守るとかってあるけど、全部売っちゃって売りかけて株価を 大暴落させるわけですから、イギリスは今度暴落させたい。そういうことを平気でやって、でもそのお金を社会の福祉のために献金すると、寄付するという、そういうのって こういう考え方がね、如実に生きてんじゃないかなというふうに思いました。はい、それでね、ですね、はい、でちょっと元に戻りますけど、そうするとね、先ほどの講演会議で出た、このピラミッドで日本企業の価値ピラミッド図の2の3って出てるところで、この共生の理念と神道、大乗仏教、儒教、キリスト教ってね、あるこのピラミッドの図がありまして、ここをね、どう解決するかっていう、まあ、現実的なプランがね、ちょっとできたかなという感じはします。いや、具体的には難しいと思うんですけどね。この久保先生はね、要するに神社であなたが神様に拝んでると、間違ってイエス・キリストを拝んでるんだっていう、いや、間違ってってのは言い過ぎなんだけど、神社で手を合わせて拝んでるっていうのは、例えば伊勢神宮がその最たるものだと思うんですけど、あれはイエス様をに礼拝してる行為になるっていうことですね。自動的にオートマティカルにそうなってしまうということです。ちょっと ここをですね、なんかふざけて茶化して言うとまた違うニュアンスになっちゃうと思うんですけど、私も基本線はそうじゃないかと思うんですよ。でただですね、皆さんの中でこういう疑問を持つと思うんですよ。それじゃあ神道の聖書ってあるのかと、神道の聖書っていうのがあったとしたら、例えばコーランとかですね、そのトーラーとかありますよね、ああいうのに当たるのあるかというと、よく古事記と日本書記って言うんですけど、あれは藤原不比等は、まあ、大化の改新のね、中野明治と、それから中富川渡ですね、中富川渡が死ぬ間際に死のとこで天皇に藤原鎌足っていう、藤原って名前を与えてるんで、その息子が藤原不比等で、日本の大天才の一人ですけど、日本書紀っていうのを捏造したんですよね。なんで歴史が変わっちゃってるんですよ、あそこで。すごくキリスト教だったのに仏教が入っちゃって、聖徳太子も生まれどの巫女で、イエス・キリストの話とそっくりな話ですね。青年時代大工だったっていうところまで、全く同じですね。でキリスト教徒だったんですけど、四天王寺を作ったとかっていう、そういう嘘話にされちゃって、というのは生まれどの巫女のところを書いた、日本書紀で書いた人は右翼の仏教僧だったんですよ。だったんで、仏法その三宝を厚く敬えっていう嘘話になってしまってるんですけど、三宝は実は違うんです。
仏教とは関係ないことが書いてあったんですよ。なんで、ちょっとそこに戻りますけど、まあこの神道とキリスト教、さらに仏教、儒教を、まあ、ある意味調和させるといいますかね。つまりこの消しちゃったけど、アンドゥですね、アンドゥにするっていうのは、私もまだ未完の研究なんですけどね、まあ、これからもっとやっていきたいと思うんですけど、非常に面白い分野だと思うんですけど、日本人がね、よく恥の文化って言われますね。支援は恥しか持ってないと、根本的なところで罪の概念ないから、外国人と話が通じないって。でも決してそうじゃないと、まあ、こういうベースにキリスト教がちゃんと入ってるんだと。でそのキリスト教が発展して神道にもなってるし、仏教にもなってるし、宗教にもなってるって考えると、その罪の意識もね持てる。そうするとブラック企業で社内告発もできるとっていうふうになったらいいな、なんていうふうに考えております。はい、雑魚の話で恐縮ですけど、ちょっと飛んでお話みたいにも聞こえるかもしれませんけど、ちょっと拡大コピーしたんですけど、この YouTube なんですね、これね。でこれ久保先生ね、言ってる人にもちろん賛成の人も反対の人もあると思うんだけど、まあ、心を広くして、ね、オープンマインドで聞くと頷けるところがかなりあるんじゃないかと思うんで、また私も勉強を続けますので、皆さんも勉強を続けてください。じゃあどうもありがとうございました。ちょっと10分間ほど音楽をやらせていただきますので、残れる方はお耳汚しですけど、ちょっとお聴きください。3曲やらせてもらいまして、もう やめるんで、消えるくろうそくって曲がまず1曲もうなんか終末的な曲ですね。それからですね、何だったかな、アニローリーっていうね、ちょっと賛美歌になってる曲です、いずれも。で、それから、この賛美歌だったんですね、ホタルの光っていうやつ。で、ホタルの光でですね、これ、神の導きによって発見した曲で、で私が数日前にパソコン、パシパシ研究室でやってましたら、なんかホタルの光って出て、全曲版で出てたんですね。で、ホタルの光には禁断の3番と4番があるっていうことを発見しまして、まあ、それも合わせて歌うと。で、これは元井の田舎なんかの国粋的な思想に見えるような歌っぽくも聞こえますけど、そういう意味ではなくてですね、まあ、みんなその国ってことも出てきますけど、その社会のために頑張っていきましょうねって言ったんです。後にこれが軍歌とかそういうので、ね、どんどん歌詞が変えられて悪用されちゃったんですけど、元の理念はそうじゃないんですよね、っていうのを聞いていただけるといいなと思います。3曲ともスコットランドの民謡です。ではお願いします。曲集がありまして、笛の楽園っていうんですね、全てが無伴奏です。で、サビとかあるんですよ、愛してる年になりますけど。で、それを吹いたのが、まあ、この笛であるということで、ルネサンスリコーダーなんで、皆さん小学校でソプラノリコーダーってあったと思うんですけど、あれと基本構造は同じですけど、クラリネみたいな形してて、トーンホールが大きくて、野外用のスプレーだから大きい音します。じゃあ消えよくろうそくからやります。
Oh.
どうも、本日は皆様本当にありがとうございました。コロナウイルスにもかからず、いらしていただきまして、感激しております。ICU ではですね、もう ICU やめんですけど、春の講義で環境経営入門ってやりまして、秋の講義で環境経営特論というのをやりますので、また興味がおありの方はですね、ICU の学生でも、また一般の方でも構いませんので、木曜日の午前中やりますので、どうぞお聞きに来ていらしてくださればと思います。どうも本当にありがとうございました。